どうもナオチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は新スキルの検証をやっていきたいと思います。私の歌聞かせてあげる。今日検証するスキルはこれ、根性ですね。戦闘で体力が尽きた時、最初の1回に限り体力が回復して戦闘に敗北しなくなる。回復量はスキルレベルが高いほど大きくなるです。どれぐらい効果があるんでしょうかね。レベル5です。余裕余裕。それではそろそろ HP がいそうですね。ステータス上がって HP 減らすのも結構一苦労になったんですよね。 OK、 もうちょい相手を奮起させないとちょっと HP が減らない。あ、これで次でいける、次でいける。さあ根性の能力はどんな感じ。あれどこいる。あー、いたいた。もうちょい、もう一発、もう一発。 OK、 あ、ここまで回復します。あと一発くらいは赤になるぐらいか。あ、うんうんだね、うん、赤になる一発手前まで、HP が減るみたいです。そうね、起死回生とはちょっと相性が悪いかな。うん、あのレベル5まで上げるとちょっと良くないかもしれません。うん、確かに HP は回復するんですけども、根性はねレベル1ぐらいで止めておいた方が、起死回生とは相性が良さそうです。うん、でももうこれレベル5まで上げたらどうしようもないんだよな。どうしようもないんですけども、まあまだレベル上げてないっていう人がいれば、1か2で止めた方が良さそうです。はい、ということで今日は新スキル根性の検証をやってみました。レベル5まで上げると、HP が赤になる手前まで回復します。ちょっと回復しすぎなんだよね。なのでまだ上げてないっていう人は、レベル1か2ぐらいで止めた方が使い勝手が良さそうです。俺はもうミスってるのでどうしようもないんですけどね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。